知る？あ、そうなの。私毎日アイドルになってる今。まあは、そうです、さっきもねツイートしたんですけど、 SK48 学園の収録してきました。もうちょっとね早い時間からショールームしようと思ったんだけど、あの寝てしまって、そうソファーで寝てた。聞いて、だって昨日私睡眠時間3時間とかなんですよ。そう、それで、でもね、あの何、そう初めてだったから、 SK48 学園どんな感じなんだろうって、まあ不安もあったんだけど、そう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 、緊張しててなかなか眠れなかった。まあね、起きてからはまあ1時間ぐらい経ってるんですけど、ごめんね、ギルバト全然参加できてなくて、本当に12時はお仕事の真っ最中で、19時は寝てて、22時はショールーム始めちゃったっていう。ごめんね、みんな、みんなのギルドチャットは見てるよみんなが会話してるのは見てる。ごめんね。こんばんは。皆さんね、今日はリカちゃんとカノンちゃんと3人での収録でした。3月4日と4月1日放送ですかね壁になってる、本当にみんなの役立ててるかな、立ててたらよかったでも寝たって言ってもね、7時前に寝ちゃって、あ、まあ2時間ぐらいか、寝ちゃいました。あの馬の被り物は何なの？それはもう放送を見てください、放送を見ていただいてメイクも崩れちゃったからちょっと直してきた。髪の毛もね結構崩れちゃった。何これかわいいバラ、なんかなんだっけ、美女と野獣みたい。こんばんは。今日ねバレンタイン、昨日バレンタインだったから、かのんちゃんがチョコレートくれて、あの今年、いやかのんちゃん去年もくれたんだよね、お菓子もらって嬉しかったです今年誰にももらわなかったから、今日バレンタイン私は実感しました。いいでしょ、みんな、みんなも欲しいでしょ、かのんちゃんの、かのんちゃんからもらったよチョコレート多分作ったやつで、作った配信で作ったやつではないと思いますよ。嬉しかったね、お返ししなきゃね、何しようかなお返ししたいな。昨日は私の女子力はご飯に使いました。夜ご飯作ったから、昨日の夜ご飯の写真送るの忘れてた。昨日配信でバレンタインギフトもらったじゃん。そうだった、そうだよ、私はバレンタインギフトで逆チョコあれはね逆チョコなんだよ、逆チョコもらったわ。そうだよ、まあまあ、あのなんていうの、直接ね、あのチョコレートをもらったのは唯一で一人でした。だよね、みんな昨日みんながね、そうだ、背景も変わっちゃってる、昨日みんながチョコレートいっぱいくれたから、あーバトルぜひ買ってきてね。こんばんは。
あ、テロップ入れよう。トーク会受付中だよ。何しようかな。受付中だよ。なんか動物にしようかな。受付中だよ。ゲイ。聞いて聞いて。衣装何を着るかね、ちょっとずつ考えたんですよ。紙に書こうかな。ちょっと全部決めてないから、あのね、全部決めれてないから本当は早くね言いたいんだけど、ちょっとね決めれてないんよね。ちょっとマイペースなもので、でもマジで全部の部で楽しめるように考えてるので、そこはちょっとあの期待していただいて。うわ間違えた。いいか。あれ何日だっけ、ついちゃったな。あら、ありがとうございます。全部は消えれてないんだけど、本当にこれ仮ね、初めてね衣装を借りたくて、あの幕張の日っていつでしたっけ幕張の日だけ教えてほしい。あれ、写メの日っていつでした。あ、34か、うん、あ、34。19、20か、3月。あれ、待って待って、もう一個あるよね、幕張って。ん、ないか、あるよね。あれ、12、13、19、20、4月9、5月3日4日6月18、19か。あ、6月なのか。これが、これ愛知ね、これポートメッセか。これ外資。これスカイエキスポで、これが幕張、幕張か、ちょっと幕張、幕、あれ間違えた、幕が書けない、こんな感じだよねちょっと幕張の幕が書けない。あ、見ればいいのか。あ、惜しい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 。
どうだったかな。惜しかった字も残ってます「暮らす」って書いちゃった。まずね、じゃ本当にこれ仮だから、もしあれだったら申し訳ないんだけど、じゃまずスカイキスポは、まあ最初は私服で行こうかな。で13はちょまだ確認してないんだけど、渚の衣装はどっかで着たいなって思ってて、ここで着ようかなと思ってます。まだみんなの、まあ、公園で脇あのあれしたことあるけど、そう今回は早く決めてるよ。だってね、みんなにさちゃんとね悔いなく着てほしいから。そうわかんない、ちょっとマジこれ全部仮超仮だから本当に変更したら申し訳ないけど、なるべく変更したくない。で ポートメッセはあの衣装着たいんですよ。ああの衣装着たじゃない、ポートメッセはじゃん、ちょっとね皆さん結構リクエスト多いんですよね。岩塚さんどこって。なのでここで岩塚さんを私の代わりに登場させたいなっていう。私は多分いないかもしれないんですけど、いいじゃんいいじゃん、踊ろうよこの日ちょっとこれもまだ正直確認取ってないから、衣装が用意できるのかもまだわからないんですけど、この日はちょっとあずかさんのあの衣装大好きなんですよね個人的に。だから私が着るのかあずかさんが着るのか分かりません。みんなどこどこってよく聞かれるからね。で、あ、ちょっと飛ばしましたね。幕張はちょっと字間違えちゃったんですけど、ちょっとまだここまでしか決めてない。なんかどこかでパジャマが着れたらなっていう。幕張の4日間のちょっと幕張ね、ちょっとまだ心6月も空白なんだけど、とりあえずここら辺で着ると思う。でまだちょっと19は考え中です。服は服決めてる。ごめんね、もうほんと空白ばっかないよ。でまあツーショットはどっちとも私服にしようかなと思ってます。っていう
私の空白だらけなんですけど、なんとなく決めました。とりあえず今の段階でこれにしようかなって。これ反転しいけどみんなは見えてるもんね。なんかツーショットもう衣装いいなって思ったんだけど、まあ、私服の方がねなんかツーショット撮ってます感出るかなと思って、リアル感出るかなと思って私服にしようかなって思ってます。でも本当に仮です、ごめんなさい仮です。あとはみんながなんかリクエストがねに答える日も作りたいんですけど、そうなんかリアルでさ、リアルに撮りましたみたいな、よくないなんかまあザ・アイドルとファンっていうのもいいけど、こう衣装着てて相手は私服ってのもいいけどさ、私服と私服だったらリアルだなと思って、でも2日間私服にするなら系統は変えたいなって思いますね。じゃないと面白くないもんね。ちゃんと考えてるよ、考えないわけないでしょ。生誕ティーさ、そう生誕ティーを着ようか悩んだんだけど、この前着ちゃったけどもう一回着ていいのいいかな、どうみんな的に。今日着てた制服めっちゃ可愛いよね、私もめっちゃお気に入りなの。なんかついたなんかついちゃったね、めっちゃ可愛いよねあれ。寒いかな、そっか、みんな11月でも生誕ティー着てくれてたけどね。生誕ティーは迷いどころ、悩みどころですとなんとなく今考えてるので、ぜひご参考に。あ、もしかしたらまあツーショット一日なんか変える可能性もある。結構みんなの意見今見て変えようかなとか思ったりしております。スクショタイムくださいごめん、めっちゃ今即席で書いたから適当だけど、ぜひ皆さん気になる日があれば来てくださいな。ありがとうございますでもまだ決まってないところもあるんで、クーラーはちょっとごめんね、まだね悩んでる。でも何30受付らへんまでには決めたいよね価格変えにしていて、なんか私もさこう皆さんと同じ日に知ったからどうしようどうしようってなって、てかみんなもなってるよね絶対。お仕事の休む日とかさ、休める日とかさ、みんなも早すぎてついていけないよね。わかる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 。ありがとうございます、こんな感じです。
メンバーも一緒よ、焦っとるみんな。なんか私服もね、なんかなんだろう、春だから何がいいかな。あ、一個ね、カチューシャねつけたいのあるんですよね。どの日かにつけたい。カチューシャ買って新しく、今までつけてない系のカチューシャ買ったのでそれつけたいな。バラありがとうございます。あ、立派な壁になってました。よかったよかった。ポトメしかいけない。じゃあもうポトメを全力で待ってるね。そうだね、お楽しみってことで。あと何しよっかな、迷うね。いや初めての2部だから、まあねえ、不安もあるよね。まあまあまあ、髪型はね、どうしようかなって思ってるんだけど、髪型は、まあ、ランダムかな。何が当たるでしょう。ありがとうございます。今日もさ、こう収録とかまあしてた、マネージャーさんとかからもドライブおめでとうってそう言ってもらえてね、なんかそれで改めて、あ、なんか実感した。今日も改めて、だってドライブの発表あったのって昨日？昨日か。いや本当に私昨日のことが3日前ぐらいに感じちゃう。あ、クロミちゃんのぬりえといただきました。あれね、どうですか、可愛く描けたんじゃないかな。ぜひ大事に飾っておいて。そうだね、確かに近くカビンって言いながらアイス食べてました。みんな余韻だね、ギルバト余韻ね。今日もエール届いたかな。エール送った。今日は割と一日バタバタであっという間にエールになっちゃった。今日何曜日？火曜日？あ、水曜日か。ん？火曜日だ。火曜日だ、火曜日だ。
朝早かったよ今日。私何時起きたかな、7時半とか、7時半にかけてで8時ぐらいに起きました。私にしては早いです。ごめんね、焦ったね。火曜日だった。早い。皆さんのエラー届いてますよ。健康的な生活、これが続けばいいんですけどね。まあ続かないので今月も半分過ぎたね。ね、今月28日までってのを忘れてて、今日マネージャーさんが言ってて気づいた。あ、28日までなんだ。エールはランダムなのでごめんなさい、選べないから。まあマスクはしょうがないよね。すごい流行ってる、まあ今もそうだけど、ちょっと前すごい流行ってた時だったから、まあ今もだけどマスクは。マスクするとね、私は前髪が落ちてきちゃうのがね気になっちゃうんだよね。前髪巻いてるのがもうストーンってなっちゃう。だから今日の収録もマスクだったから、もう前髪がねもうボサボサですボサボサで途中でカーラーしたんだけどすぐ落ちてきちゃった。朝早く起きた日はおはようツイートしようかなって思ってる。今日は起きれたからおはようツイートしました。ね、開催できることを祈る。そうだよね、うん、100% 開催できるかわからない状況だからね今ね。でさ、みんなのさリプ、みんなのリプだよ、えみたいなコメントが多くてさ面白かった。なんか他のメンバーがおはようってついてし、みんなおはよう、おはよう、何々ちゃんおはようって感じだけど、私のおはようツイートのリプはえびっくりなんかそう、え早すぎとかそんなねコメントも多数ありましたね。そんなリプランあると思っていやいや、まあでもね、あのなんか、まあ、自分らしいなって言ったら自分らしいなって思いましたなかなか他のアイドルとかの方のねおはようのリプでそんなリプないからさ、いいよみんな驚いて。もし私がまたねおはようって言ったら、大丈夫どうしたの。そう、みんなよくわかってる、みんな本当にみんなよくわかってんの私のことを。分かってんなと思って、さすがですね。
はようと見せかけてお休みかもしれない、まあ、確かにオールしたんかいっていうね。私はねあんまオールは、まあ、無理な人間なのでオールはしないですけど、オールしたらさ確実に昼夜逆転しちゃうよね。いやみんなその反応で正解、大正解。いやでもね普通にねおはようって返してくれた方もね嬉しかったですよ。ちゃんとまあ内心驚いた方もいたかもしれないですけど、3時間睡眠ほぼおる。確かに、しかも早起きだから起きれるか不安で浅い眠りだったと思う。わけわかんない夢見ましたし、3時間の間に起きたら筋肉痛だったんですよ、足が。え、なんでと思ったら、そういえば昨日すごい駅から歩いたなと思って、それでした。運動がてらなんかいつも歩かないところをなんか歩いてたんですけど、そしたら、ね、1時間ぐらい歩いたから足が筋肉痛になってて、そう散歩を頑張ったんだけど。お疲れ、ありがとうございます。いや恥ずかしくないよ恥ずかしくない、嬉しいです。なんかだって全部全部えって出せたらこの子大丈夫ってなっちゃうから普通におはようリップも欲しい。今日はねちょっと足リラシート貼ろうかなと思ってます。昨日のちょっと筋肉痛がなんか残ってる感じする。公園がないと運動不足感じるの、どうなんだろうね。なんか私まあ昔から運動してこなかったから、なんかよく言うじゃんみんな、部活を引退したからなんか筋肉がなくなっちゃったとかさ、なんかよくね私の友達とかもさ、やっぱ引退してから足の筋肉とかがこうなくなってきたみたいな。私もその感覚とかわからないので、運動不足はまあ感じるけど、割と私のねえ学生時代の生活みたいな感じだから、今してきた後で見ますね。あ、やばいこの音も聞こえてるんだよね私ね、なんかいじっちゃう癖あるみたい運動はね歩くことが多いかな。なんか運動不足だなとか思ったら歩くようにしてるとか
とも、あ、お母さんとかに言われる、うん、歩いてきたらって、あ、だから、あ、じゃあ歩いてこうかなって言って歩きますね。マイクすっちゃう。なんか自分一人で散歩しちゃう。なんか私こうね、犬の散歩もやらなきゃなんですけど、一人でスタスタ歩きたいんですよ。なんか散歩なんてウォーキングか、ウォーキングだったらもう一人で音楽聴いてスタスタ歩きたいので、そういう時は犬は連れてかないかな。犬だとどうしても止まっちゃうし、チロルがねあんまり散歩長くできない子なので、途中でね止まっちゃうの、もう疲れたって言って止まるから、それがちょっとこう持たなきゃいけないんだよね途中から。だからちょっとごめんなさいっていつも一人で行ってます、ウォーキングは。チロルちゃんまだ軽いけど、言ってね2キロはありますからね。2キロを持つんですよ。お米持つってことでしょ。うん、たまにね言われるよ、こう持ってたら、あ、持って歩いてるんですねみたいな。そうそうそう、なんか私さ人見知りだからさ、結構犬散歩してるとさ、なんか散歩してる同士、なんか向こうも犬を散歩してたらさ、こう犬同士がさこう何じゃれ合うからさ、自然とさその飼い主さんとも話すじゃん、こっちがね。そう、それもね私ねなんかあの人見知り出ちゃうんだよね。だからなんかね、もしなんかあちょっと犬飼ってる人いるなと思ったら、ちょっと違うルート行ったりとかしちゃうくらい、なんかね緊張しちゃう。犬には申し訳ないけど犬はきっと他の犬と遊びたいだろうけど、ちょっと私の気持ちを優先させていただいてごめんね。そう。試しに見えない？本当に？なんか。どうなんだろう。
なところで人見知りなのかもしれない。あー確かに自分の飼ってる犬と似てる犬は気になっちゃう。ペットショップでもそうだけど、自分と似てるね、こう柄っていうか種類の色も同じとか、種類も色も同じだったら見ちゃう絶対。それでトーク会もね、最初はめっちゃ緊張してたけど、もう緊張しない、いい意味で、いい意味でも楽しいしかない今は。多分来月やっても楽しいしかないと思うっていう自信はあります。だからもう気軽にね、皆さん気軽に話しましょう。緊張しかない。みんなの方が緊張するよね絶対。私には本当に緊張しなくていいですよ。本当に友達感覚で喋っていただければ嬉しいです。こんばんは。そうそうそう、緊張しそうになったら水分だと思えばいいの。本当にそれ。なんかイメージ通りでめっちゃ喋りやすかった。嬉しい。そういう言葉めっちゃ嬉しいな。あ、確かに半年ぶり。何からね。そうだよみんな、この半年濃すぎない。半年でいっぱいやったから、いろんなこと。アイドルに会いに行くというより、共に戦った同士に会いに行く感じ。ギルバトね。いやー、もうギルバトの方はね、もう私はもう感謝の気持ちもね伝えたいの。共に戦った同士ね、お話ししましょう。こんばんは。何があった、半年以内。この前最後が11月だけどね、最後がその日であってね、最後に来たのはもっと前だよって方もいると思うし、まあでも一番でかいのは昇格か。昇格してからは初めてだもんね。トーク会で話す時のペースが自分にはとても心地よいよ。嬉しい。全然意識してないからどういうペースか分かんないけど嬉しいな。もうありのままで喋ってるって感じ、トーク。ありのままプラスいつもより声は大きめに話してる。ちゃんと聞こえるようにみんなに。声の大きさはそういつもよりは大きくしてるよ。あれか、新世代とかの話もしたいね。最初の頃というか、名前が一番覚えやすいのは名札かな。名札をつけてくれてる方、つけて何回か来てくれた方はめちゃめちゃ
すぐに覚えれる特に。うん、じゃあ私も嬉しい、名札つけてくれたら。私も覚えたいかな。亀戸籍の話したい。わあいいね、亀戸籍の話したい。毎回最後の方は大丈夫ないけど、時間だとリセットされる。わかるよ、わかるその気持ち。アバター付きはあの本当に秒ですね、覚えるの。秒で覚えれる。確かにファンの方同士も分かりやすいよね。だってね、なんか違うのにさ、何々さんですかって聞いてもあれだし。確かにファンの方同士もあれだね。あ、そうだね、あのサインの写真、その頃には届いてるか、届いてるかな、サインのサイン会の写真とかね、だと名前も見えるし、それをあのなんかに入れてもらって。いやもうその服は目立つよね。確かに服個性的だったらまあ確かに分かりやすいっちゃ分かりやすい。手形、今まで手形持ってきた人いるかな。みんなチケホルに入れてきてくれて、そうそうそう、また出るのかな、わからないけど。まあそれが名札じゃなくてそれでも分かりやすいですね。山田審査員10枚も持ってないでしょ。10枚持ってないでしょ。うん、私も思った、名前書いてないよね。ねえ、名前書いてないよね。いろんなメンバーのね。
回目のみずきちゃん行きますね。あ、嬉しい、待ってます。どこかへ、どこかへ静にも会いに行くね。あ、嬉しい、待ってるね。今日はもう眠たくないです。はい、寝たんで眠たくないよ、眠たくはないけど、ここで変な時間まで起きたらまた狂っちゃう。どうしようかなって感じですね。じゃあいなかった人もいるかもしれないから、もう一回言うかな。衣装、衣装は仮なんですけど、超仮で決まってないところもまだあるので、あとはまだ衣装は衣装さんの確認がまだ取れてないのであれですが、まあ12、13がの私服と渚のね自分の衣装、そういつか、そう前回の時に着たいなってずっと思ってたから。でちょっと幕張はねどうしようかね、結構迷い中ですね。でそう、私さこれ岩塚さんってさ書いたらさ分かんない人もいるよね絶対。岩塚さんはの衣装はあのピンクの制服、セーラー服みたいな衣装なんですけど、私のツイッターの下の方を漁っていただいたら出てくると思います。なんで岩塚さんかっていうと、あのユニット公演という、まあ、公演がありまして、その時にあのまあこのお話の中でね、私は私のこうに似てる女の子が出てきたっていう設定にがあるんですはい、あの、まあ、知らない方もいるかもしれない。この衣装はそう制服です。ざっくり言ったらもう制服衣装、すごく可愛い、私のめちゃめちゃ好きな制服衣装です。でツーショットは私服私服って書いてあるけど、ちょっとどうしようかな、なんか生誕ティーもありだなと思ったり、衣装も確かにありだなと思ったりしているところです。でも2日間ともでね、なんか楽しめるように考えます。でちょっと6月は6月空白だな、何しようね6月ねっていう感じです。仮ですが、ちょっとまだねできるか全部できるか仮ですが、ご来店ありがとうございます。そうなんだよね、6月の気候的にね、うん、まあ私まあうん、どこに来ていただいてもね、あの楽しんでいただけるように考えますので、ぜひ皆さん待ってます。あ、ペンライトありがとうございます。
まだね、宿泊あるので、そうそうそう、全然他のことも考えてます。あ、考えますし楽しみに待っててください。という告知でした。みんなね、どんな服でも衣装でも優しいから喜んでくれるといいな。取り急ぎ取り急ぎ作りました。1時はね、明日の12時だっけ、まだですよね、確かです。またその後2時、3時ですね。決まってるんだ、枚数が。あ、そうなんだ。じゃあみんな申し込み忘れないように。ガちゃんが懐かしい写真をツイートしてる。オッケー、見てみるね、後で。じゃあ今日はそろそろ終わろうかな。みんなありがとうございました。はい、まあまたね、近々やるのでまた見に来てください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあランキングを読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、8位、
って言ったよね。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、みんなもね、今日お仕事お疲れ様です。まだ明日水曜日折り返しですね。頑張りましょう。ではおやすみなさい。おやすみなさい。寝れるかな。おやすみみんな。バイバイ。あ、ぜひストーリーも見てください。ツイッターも見てね。おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。バイ。おやすみ。